と暗いなと思ったらサングラスしてから最初にメンバー紹介します。ミスタースリムのオリジナルメンバーで、ドラム太田さん。同じゴリチリメンバー、オリジナルメンバーでベース金塚さん。で、北区王子の番長太田番。阿部さんのところでいつもギター弾いてるあのサズちゃんで、ずっと私と一緒にやってる田中浩一で、さっきね、ちょっとここリハーサルの時間があったんでスタジオで練習してきたら、皆さんすごいヴィンテージなギター持ってますねって言われて、いや当時買っただけなんだけどただ時間が過ぎてったっていうか、そんな話別に僕らは変わってないね。のぶすけよく帰ってきたな、あの世からこの野郎。こいつ去年倒れちゃってね、近親相関だっけ、あ、心筋梗塞まあいいや、そんな話で、じゃああの頃のままから今日5曲やります。あの頃のまま、そう、僕も最後のエルフランク
さないで信じて、ああ、すべて。
3つ目はね、夏のラブソングを歌いたいと思います。よし、夏のラブソング、タカコ。進出した時期がありまして、天使の花畑、新水三章さんが主役で、笠井健二さん、樋口達馬さんがメインで、
やった映画があって、どうしても僕は三章さんっていうとこのイメージがある。天使の花形のエンディングにかかりました曲いきます。どこもどこもどこも
と最後は僕らのいつもお芝居でエンディングテーマで歌ってたんですけど、オーマイチャイルドを知ってる人が多いと思うんで、大きな声でも小さな声でも全然構わないんで、一緒に歌ってもらったらいいなと思います。じゃあ最後にオーマイチャイルド。水波浩司 and good fellows でした。どうもありがとうございました。